長の方からいただきまして、はい、続いていただきます。じゃあ座ったままでいいよね。はい、じゃあ座ったままでまずはお祝いの言葉を述べさせていただきます。まずは金星を含めた12勝3敗というですね、堂々の結果での優勝、本当におめでとうございます。もう4勝が経っちゃったけども、今どんな気持ちですか？次の場所が大事になってくると思うので、それに向けてしっかり稽古して頑張ってくださいね。優勝した時に、まあ、親方にはもちろんですけども、ご両親にも報告したと思いますけども、ご両親はどんな感じでしたか？テレビで映ってるんで、それを見て本当に喜んでました。あ、そうですか。この取り組みを振り返ってですね、はじめ横綱と二大関に勝って、6連勝で、その後2連敗しましたが、その2連敗した時にどういうふうにして気持ちをこうやって切り替えたんですか？2連敗した時はちょっと友のこととか相手のこととか考えてみちゃったん で、2連敗してからはもう相手のことは考えつつも自分のつもりだと思って、なるほど、はい、それで、はい、気持ちを切り替えて、あ、自分の相撲でとにかく行こうと、はい、そういうふうに切り替えて、まあ、行った時は自分の相撲じゃなくて相手の相撲を、ね、考えてたとか、どうしようとか思って、なるほど、あ、相手がこう来るから、はい、こう来しようとか、そういうのあれだったんですけど、そういうのを払拭して自分なりの相撲を取ろうと、そういうふうにして切り替えたってこういうことですね。そうですか。この間のこの12勝3敗の中で一番印象に残った取り組みは誰との取り組みでした？やっぱり横綱とやって一番、横綱でやってるね、今までなかなか勝てれなかったので、うん、まあ、今回は自分の形で、うん、自分の形で勝ったんで、はい、それが自信になったし、すごく、なるほど、はい、はい、そうでしょうね、やっぱり横綱とのね、取り組みですね。つまんないこと聞くんですけども、最終日はほら、宇良との戦いでしたよね。はい。最近よく眠れました？あ、はい、眠れました。眠れた？そうですか。普通ドキドキしちゃってね、狙えないとね、そういうふうなあれだけど、狙えたんじゃね、本当よかったですね。そうですか。まあ、本当におめでとうございます。次にちょっと親方に、お聞きします。港部屋から悲願の優勝力士が誕生したんですけども、今の気持ち、親方どうですか？そうですね、先代の港部屋から受け継いで、まさかこの優勝力士が出るっていう頭はなかったんです。そういう頭なくやって、まあ今回の名前場所で最高優勝というところの実感が、あんまりこうなんか実感が湧かないというか、本当にっていうことなのかなっていう感じがすごく思いました。あとは、親方から見てこの7月場所の逸ノ城は、どうだったかっていうこと、どうだったかっていうことは、今までの場所とやっぱり違いがあったんだと思うんですね。ですから、ちょっと親方から見た、プロから見たですね、この逸ノ城関の今までの場所との違いっていうのを、ちょっとプロから見ての意見、ちょっと聞きたいんですけど。一番の違いは、やっぱり重心が低いのに、こう立ち合いが早く一歩が出る。重心が低いのに早く立ち合いが取りやすかった。親方は
どのあたりで優勝を意識しました？横綱に勝った時に、今回は違うなっていうのはすごく。ああ、なるほど、はい、あ、横綱に勝った時ね、はい、なるほどね。私その後の2連敗だったので、ちょっとその辺で、はいはい、なるほど、ダメかなみたいな。ああ、なるほどね、はい、まあ、でもやっぱり相撲っていうのはそういう風にすると、あの、一番一番がやっぱり本当に、あの、大変なことなんだから、一喜一憂ってことをしないで、それからも結局、頑張っていくっていう記録を持つってことがやっぱり大切なんですね。今後一ノ城関に臨むことはどうですか？そうですね、今回のその、はい、長島所の相撲を忘れないで、すごくいい立ち合いができる。なるほど。もっともっと俺も見せるようになります。はい、はい、ぜひ一ノ城関今後もですね、あの、頑張ってください。今ね、正直ほらコロナ禍で私も毎年、あそこでチャンコ来るのが楽しみだったんですよ。ところがね、ほらコロナでさ、それができなくなっちゃったでしょ。それはちょっと非常に残念だなと思ってね、私もずいぶん友達誘ってあそこ行くようにしたんですけどね、あの、それができなくなっちゃったんで、ファンとしてはね、まあ、地元のファンとしてはちょっと先がこのコロナによってね、あの、残念だなって思いありますんでね、まあ、ぜひまた、あの、いつかこれ収束すると思いますんで、 そうですね、はい、その時にはまた行かせてもらいたいと思いますんでね、これからもね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。今日はお二人にはまずはありがとうございました。すごい、この優勝を後援会としてはどうやって受け止めてますか？まずは、はい、いや本当にまさか一ノ城に応援するようになって、もう7、8年経ってますけど、まさか優勝する、まあ、最初の頃は、新入幕の頃、ずっと勢いがあって、そこで優勝するんじゃないかなって、富田さんたちと話をしながら応援するようになって、はい、それでその時はちょっとあってなりましたけど、まあ、近いうち、まあ、ここ1年、2年で優勝するだろうと思いながら、なかなかなくて、で14勝1敗っていうのは確か1回あったはずですけども、その時も優勝できなくて、でもいつかは。してくれるだろうと思って、うん、我々はもう本当に応援するしかないので、うんうん、そうですか。あれ、私が最初あそこ港宮行ったのは、まだ国分さんという人が、講演会長やってて、はい、それから浅沼さんに変わって、それから今度は大谷さんに変わったということを聞いてね、いや本当にね、あの、ご苦労様でした。今後の一ノ城関、また宮戸宮さんにご期待することは何かありますか？はい、そうですね、さっき関取が言ったように、来場所、9月場所が大事になってくる、うん、まあ、9月場所で2桁、うん、で九州場所で、うん、まあ、優勝と、うん、で大関も出してもらおうっていう、もう常に三役にずっと定着するのは当然ですけども、うん、はい、この機会にパパッと行って、はい、夜のうち横綱の時のように、はい、多分今場所、名古屋場所の感じでいけば、うん、9月も2桁ぐらいがいけるでしょう。でまたその調子で、はい、九州で優勝、はい、で大関っていうのを、はい、まあ、願って応援はさせてもらいます、はいはい、そうですね、やっぱり大関になってある程度定着して、それで横綱と、まあ、まあ、皆さんはこの国技の相撲ということを川口市民の皆さんに、あの、講演会の皆さんとしてお伝えしたいことは何かありますか？はい、今講演会も一ノ関が優勝してだいぶ講演会のメンバーも増えてきております。で、まあ、港部屋という部屋が川口市にあるっていうことを知らない人もたくさんありますので、それを、まあ、市長をはじめ、はい、川口市の行政の皆様方に、はい、まあ、いろいろ宣伝していただいて、はい、で、まあ、講演会のよく宣伝しますから、はい、講演会の人数を増やす、はい、増やして部屋を応援していく、はい、で、まあ、講演会の会員を増やすっていうのが今の、はい、我々講演会の一番の、はい、応援するのはもちろんですけど、はい、まあ、講演ですから、はい、もういろいろ後ろから支えながら、あの、一番、あの、集まりやすいやり方っていうのは、あの、すごく美味しいちゃんこをね、あ、最初、千秋楽の時はね、はい、一番結局皆さんが
お願いの時なんですけど、今それできないようになって、なんかいい方をちょっと考えてみてください、今回 で、考えてこれからもぜひね、はい、引き続いて私ともお会いさせてもらいますから、いつかまたコロナが収束して港部屋でチャンクをね、みんなで食べる日を本当に待っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どすこい。はい、すみません、こちらでまずお願いします。はい、いきます、3、2、1一の字のできスワイルでお願いします。一の字のできスワイルでお願いします。はい、いきます、はい、3、2、1はい、もう一問お願いします。はい、いきます、3、2、1